さんこんにちは、わたるでございます。明日7月30日は何の日かご存知でしょうか？明日7月30日は730の日でございます。7月30だから730、当然のことでありますけれども、何のことを言ってるのかさっぱりわかりませんよね。実はこの730と言いますのは、沖縄県の自動車の通行方法が右側通行から左側通行に変わった日のことであります。沖縄県は戦後アメリカの統治下に置かれ、アメリカ式である右側通行となっておりました。そして1972年、アメリカから日本に沖縄が返還されましたけれども、その後もしばらく沖縄県では右側通行が定着していました。しかし日本が締結していたジュネーブ条約では、一つの国では一つの通行方法にしないといけないということが定められておりました。よって沖縄県も右側通行から左側通行に戻さなければならない必要性が生じてきました。1978年7月30日に右側通行から左側通行にするということが決定されました。そして7月30日を迎えるまで様々な工事が行われました。例えば道路標示や道路標識、そして信号機は左側通行用のためにあらかじめ設置され、当日運用できるように準備するなど様々な工事が行われました。そして7月29日の午後10時をもって沖縄県内全域が通行止めとなり、一斉に左側通行のための工事が開始されました。そして7月30日の午前6時から左側通行が開始されました。今でこそ沖縄県には右側通行の名残はありませんが、こうした人々の努力によって今の沖縄県の交通が保たれているということは忘れてはなりません。確かに右側通行から左側通行になるというのは急激な意識変化であり、なかなか対応するのは難しかったと思います。この沖縄730は沖縄県の公式 YouTube に記録映画がアップロードされておりますので、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。わたるジャパニーズ、それではまた来週お会いいたしましょう。バイバイ。